森の奥で生まれたからアルパパの極楽の実況。はいどうも、ハルパパです。今日はですね、クラッシュオブクランやっていこうと思います。はい、こちらね、クラン対戦、前回のクラン対戦ですね、終わったんですけれども、こちらご覧ください。 1,2,3 全部前回、そして6前回、8前回、10はタウンホール10なんですけれども前回率ちょっとやばくない？あのさ、俺まあ一つ言いたいことあるんだけども、ちょっとまあプロという愛称でね、親しまれてきたというか、まあプロのザワチンさんなんですけども、こちらはい、まあ今回もね、やっぱプロなので、まあ力を、ね、出しております。はい、どうしようかな。まあご覧いただきましょう。まあこの配置、結構きつい配置でおなじみですよね。前回がね、かなり取れないというか、まあ下手すりゃ星1で終わってしまうというね、本当に厳しい配置だと思うんですけども、ここね、ウォーデンからスタートで、残念です。一言で言えば残念という言葉になるのかな。なんだろうな、残念。まあうまいよね、うまいよね、それはチート使ってればね。残念、本当に残念だった。まあご覧いただきましょう。まあ今んとこちょっとプロ的なね感じでちょっとやってるんですけども、彼はプロじゃなかった。チーターだった、そんなこと言われたら怒られちゃうかもしれないけども、認めざるを得ない。この事実、事実というのは常に一つしかないから。おっと、アチャク死んだ、アチャクが生きてるね。事実ってのは常に一つしかないから、曲げられないものなんですよ、これは。曲げたとき、それは嘘という言葉になる。ザワチェン、吐けよ。はい、というわけで、これね、空軍始まりましたね。もうこれさ、ヒーロー部隊で削りすぎやろ。俺、いつも思うんだけどさ。これやっぱね、チートってさ、なんか何回もこう試すとかあんのかね、これ。あんまり言うと良くないのかな。まあうまいよね、もうヘイストだらけで、ヘイストワシャワシャいて、このさ、うまい人って必ずさ、こうなんていうの、パピー殺さないじゃん。なんで俺やるとパピー絶対死ぬんだけど。さあこれ、まあうまいでしょ、うまいうまい、まあうまいよ、まあうまい、認めよう。まあフリーズ認めよう、フリーズ認めよう。なんずもうさ、なんか解説がいらないよね、こういううまい人のプレイ。下手な人は解説できないからね。ねえ、さあ、二次面のアチャ塔が壊れるとか、それやないよね。くだらねえ。解説くだらねえ。怒られちゃうかな。まあいいか。まあ、こんな感じでね、まあ、もうすごい量でしょ、これ。すごい量でしょ？見てこれ。はい。お気づきですか？フリーズが残っていること。残念です。非常に残念です。彼はね、きっとチートをしているでしょう。なぜならですよ。すーごい、もうなんか、ダーン！これがチートの証拠です。抑えました、僕は。ザワチン。残念です。もうクラン対戦がね、2週間できなくなる日は近い。きっと近いでしょう。クッション。